仕方ない、5秒くらい待ってやるか。1、2、3、うんうんうん、イエーイ、ガーン、うわー、うわー、なるほど、いって、あ、なんだ、猫か、脅かすなよ。あれ、このブサ猫は確か夏目んちのニャンニャン先生だっけか。ニャンニャン先生、大丈夫か。ニャンニャン、なんか恥ずかしい名前だな。ポンタでいいか。おい、ポンタ、起きろ。こら、ポンタ、ニャンコ先生だ。おー、ニャンポリの、お前確か田沼とか言ったな。アホのくせになかなかやるではないか。ね、ね、猫が喋った。しまった。お前まだ夏目から私の正体を。ぬ、妖怪なのか、ポンタ。にゃんこ先生だ。妖怪じゃないのか。大きく分ければそうだが、私はとても高貴な存在だ。そこらのあやかしどもと一緒にするな。初めてだ。妖怪と話したの初めてだよ俺。なるほど、お前はちゃんと見えるわけではなかったな。だから夏目は私のことも話していなかったのか。役に立つわけでもないからな。え、そうか、そうかもしれないな。ふん。お前は夏目の何なんだ。先生だ。夏目は私の子分なので。子分？お前夏目に嫌な思いをさせたりしてないだろうな。どういう意味だ。どう見ても子分はお前の方だ。脅しでもかけてるんじゃないのか。こいつめ、言わせておけば。私の正体を知られたからには証拠を隠滅せねばなるまい。いただきます。何やってんだ先生。夏目。